とかね持ちそうな感じなんで今まで2回に比べれば、はい、今日はいい取材ができるんじゃないかと思ってますけどね。今日なんでこの広島屋さんを選ばれたんですか？あのね、まあ、前2回がちょっと厳しい釣りもあったんで、うん、はいはい、確実に釣れるものということで、うん、東京湾のライトアジを選ばせていただきました。あ、もう釣り物言っちゃいましたね。今日このアジをライトタックルで釣りに行きたいと思います。はい、ライトタックルって言ってもね、重りは40号なんで、はい、まあいろんなね、ルアーとかやってる人に比べるとちょっと重いかもしれないけど、通常は150とか130使う釣りなんで、それをライトのタックルで細い道で、狙おうということで、かなり楽しい釣りではあって、天気がこんな感じでも、はい、なんか噂によると曇りの日の方がアジが釣れるって聞いたんですか？まあそうですね、潮が暗くなるんで、その分目のいいアジにはね、いいんじゃないかと思ってますけど。そっか、うん、アジは目がいいんですね。そうですね、目が大きいですから、クリクリのお目目、はい、じゃあここでアジの一言心得をしたいと思います。はい、そうですね、まあ、タックルは今日お持ちしたのがライトアジの専用竿なんですけどね、はい、これに小型の両軸リールという組み合わせですよね。コンパクトですね。そうですね、アジはね、なんといっても棚、棚です。船長が言う棚をしっかり守ること、これが一番重要なことになります。なるほど、今回のライトタックルアジの一言心得は、はいはい、棚を守ること、それに尽きます。なるほど、はい、船長の言うことをしっかり聞いて、はい、じゃあ今日はあいにくの天気ですが、はい、でもめげずに頑張っていきましょうか、はい、頑張りましょう、はい、ライトタックルアジ行ってきます。行ってきます。今日はまだ元気です。バテないように頑張ります。ここは船宿さんから、20分、30分ぐらい、20分ぐらいですね、はい、富岡沖というところですね。富岡沖、はい、20メーターぐらいというところですかね、水深でね、はい、割とじゃ浅いんですか？浅いです、はい、今日は、まあ、ソラナさんはちょっと手慣れているということもあって、はい、3本針でやっていただきます。3本針パーフェクトでも見られればいいかなっていうふうに思ってます。いいですね、はい、これが重り小マセカゴ、はい、そしてここに小マセのイワシミンチがありますね。イワシミンチ、はい、これを8分目詰めて、8分目ふんわりと優しく、そうですね、詰めすぎると出ないですから8分目つけて、はい、そして餌なんですけど、はい、これに3本針つける餌、はい、今日は船屋さんの方でイカタンと青い染め用意しています。はい、これまでの実績だと赤タンで十分だということで、今日はまあ赤タン中心でつけていきたいと思うんですけど、はい、ちょっと潮の具合でね、磯目が良くなったりすることもあるんで、これを 2,3 センチに切って針につける。赤タンはもうそのままちょんがけでよろしいですから、一粒だけ、はい、つけてください。わかりました。で、この釣りはなんつってもね、コマセワークと棚ですから、うんうん、先ほども言いましたように、はい、一言心得で、そうですね、棚がだいたい2メートルという指示です、はい、の場合、そこから2メートルですね、の場合は1メーターぐらいでコマセを振って、はい、もう1回50センチぐらいのところでコマセを振って、で2メートルで合わせると。なるほど。ということはコマセの煙幕の中にこの仕掛けがうまく収まるっていうことなんですね。なるほど。コマセの煙幕の中にうまくこの仕掛けが入るような自分で、棚取りを調整してくださいということなんですね。イメージですね。そうですね、これが、そう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 、常にコマセの中にこれが入ってる。まあ、紛らわす、そういうことですね。紛れさせる、そういうことですね。それをうまく自分のね、はい、リールとあれで調整していただくっていうことがこの釣りのポイントになります。なるほど。で、当たりは多分ボンボンボンってくると思うんで、もう合わせないでそのまま巻く。
口が弱いですから、アジは。アジはね、バレやすいですもんね。バレやすい。取り込みもね、十分注意してください。テンションを持ってピュッともう抜き上げるような感じで、うんうんうん、あの船の中に入れていただければいいと。ぼやぼやしてるとすぐバレちゃうから、アジはね。そうですね、はい。そんなところに注意してやっていただければいいと思います。はい、私も第1投目行きたいと思います。たくさん釣れることを願って、いってらっしゃい。 20m、 この瞬間がドキドキしますね。ネギさん無視ですね。おお、早速来ました。来た来た来た、いいですね。しかもライトタックルだから楽しい。竿が柔らかくてすぐ来た。棚が大事。今日の一言心得は、指示棚通りにやるということで、やれば釣れる。よいしょ、釣れました。味、美味しそうな味、綺麗ですね。プリッとしてます。東京湾の味食べるのが楽しみ。来た？あ、ネギさん来たみたいです。ジャクのこれ本当に脂乗ってね、今美味しい季節ですから、本当一度食べたらやめられませんよ、この味は。叩きしてもフライにしてもね、最高の今味ですから、これを食べなきゃもうと、あの釣りファンじゃないっていう感じ。もう本当に美味しいです。たくさん出て、はい、さあ、釣果、はい、こちらです。ででーん、あふれんばかりの味。これ何匹いると思いますか？ざっと美味しくいただきましょう。当店は初心者の方でもベテランの方でも楽しめるように、簡単な釣りですね、白ギスとかライトアジとか、そういった
釣りを主体にやってますので、ぜひお出かけください。よろしくお願いします。